はい。じゃあ、今回はこちらですね。まあちょっと見慣れない感じでペットボトルが並んでおりますが、まあ、これはですね、いわゆるゾウリムシを今培養している状況ですね。まあずっとね、ミジンコばっかりでしたけれども、まあハリコにはちょっとタマミジンコでも大きい、子供でもちょっと大きい、だけどゾウリムシなら食べれるというような感じで、皆さんもね、ゾウリムシを増やしてたりするんじゃないかなと思うんですが、 まあ、ゾウリムシをどうあげるか。まあ、分離をするという状況で、まあ、いろいろとね、ネットのところには上がっていると思います。いわゆるあの、ダイソーのセットですよね。まあ、あれをね、買われてる方なんかもいると思うんですが、まあ、今回ね、ちょっと分離するやつをね、実際に作ってみました。今、ここ。まあ、こんな感じでね、分離することが、まあ、手軽にできますよというような形なんですよね。 今現状がどうなってるかというと、まあ、こんな感じですね。まあ、かなりいるんじゃないでしょうか。こういう感じで。で、じゃあ下はどうなのか、ペットボトルはどうなってるかというと、まあ、ここのところを見てもらえれば、まあ、わかると思うんですが、まあ、ほぼいないっていう状況なので、まあ、全部、ここですよね。 ま、ここのところに上がっておりますよ、ということで。ま、うまく分離ができておりますし。ま、水漏れもね、ほとんどしません。ただね、たまにやはりね、その、ま、つなぎをちゃんとしていないと漏れてくることがあるので、ま、そのあたりというのはきちんとね、やっていただければ大丈夫ですが、ま、このまま置いておけば、こうやって分離ができます。大体分離がですね、ま、6時間、8時間ぐらいで、 こうやってきれいに分離ができます。まあ、半日置いていればだいたいちょうどいいので、朝やって、で、仕事終わって帰ってきて、で、またっていう風にやると、朝と晩という感じで、まあ、ゾウリムシをね、ハリコにあげることはできます。それをね、ずっとサイクルでやっていけば、1日2本ずつっていう感じで回していくと。まあ、他のやつもね、見ていただくと、まあ、こんな感じで、まあ、白い部分はみんな、 まあこういう感じですよね。まあその辺は全部ゾウリムシが大量にいるので、まあゾウリムシのね、まあ、増やし方みたいなところも合わせてお伝えできればと思います。その分離をしたやつをこれから、まあ、切り離してセットをしますので、ちょっとよかったら見ていただければと思います。はい、こんな感じですね。今ちょうどここに上に。で、下のところが汚いのなので、 で、こういうやつで、下にね、ペットボトルをこう置いて、水漏れをしたとしても、すごい漏れないようにしてください。まあ、若干ね、置いた時とかにね、漏れたりするので、まあ、このぐらいですね。ずっと漏れるような状況は基本的にほとんどないので、まあ、大丈夫かなと思います。で、ここから、じゃあどうやって映すかっていうところなんですが、ここで、こちらですね、ピペット。まあ、スポイトですよね。このスポイトを使います。 スポイトにですね、ちょっと今水をこちらの、入れて、スポイトをですね、中に水を入れてしまう。も、ま、う、あ、こんなもんで入る程度でいいんで。それを、ここに、ぎゅっと刺すと、直りなんですよね。ほぼ直り。まあ若干はね、当然水なんで通るんですが、もうほぼですね。 水を入れないと、これ空気でピュッと上がってきちゃう。浮き輪みたいに上がってきちゃうので、まあこれで水を入れてあげると浮いてこない感じ。これをですね、こちらの方に移していきます。まあペットボトルを持って、まあ当然、まあ倒しちゃうので、よしまあここのところを押さえて、で、そのまま傾けて、入れちゃうと。 で、この状態だと、この地にゾウリムシ残ってるので、水で引き剥がすように、ちょっと全体に流しといてあげて、これをまた同じように。 入れます。そうすると、こちらに、まあ、ゾウリムシが、こんな感じで。ちょっと見にくいですけどね。たい、たくさんいると。で、これを全部上げちゃうと、当然ね、次の部分がないので、上継ぎができないような状況なので、こいつを、まずはね、もうリセットしてしまいます。 ならそのままこれを全部使わないで、うちではもう全部捨てちゃっております。これこうやって外れるので、この部分がね、ちゃんとやっといてもらえれば基本的にほとんど漏れません。緩んだりすると漏れてきたりするんだけど、まあ大丈夫と。いう感じなんですよ、ね。で、こいつはね、捨てちゃいます。そうしたら、漏灯。まあこれも100均で売ってるので、まあ漏灯を用意して、 こいつをですね、まあ増やすためには結構種があった方がいいので、まあ大体8割9割ぐらい戻して1割ぐらい張り子に使います。それでも結構な数あるんで。でもうこんな感じで。これでもね、結構残ってるんですよね。縁っこにもね、ついてるんで。 まあ、こんな感じで。これをハリコにあげます。まあ、ハリコのどれぐらいいるかっていうところで、まあ、これをどれぐらい使うかは考えてもらえればいいと思うんですけど。で、今ここに水が入りました。で、ここから、まあ皆さんね、エビオスをよく使ってると思うんだけど、まあうちではエビオスは使っておりません。入れるのは3分クッキングのように、 これ、バイオ液。まあ、クロレラとかでもいいし、まあ、これなくても大丈夫です。今これ200ぐらい入ってるので、こいつを入れちゃいます。200ほど。はい。そしたら、ESB を入れます。家の中でやる場合は気をつけてください。臭いので、匂いが残るのでね。これも200ぐらい入れます。ちょっとこれで。 今200ぐらい。こいつを、ここに入れます。はい。そしたら、あとは、ちょうど口、ここが狭くなるとこまで、水を入れます。これで終わりではなく、ここに、これ。まあ今入れてるね、ちょっとオリジナルの餌。 まあ、ミジンコの餌として作ったやつなんですが、ちょっとね、あの、ゾウリムシでも全然使えるということが分かったので、これをですね、ティースプーンで、まあ、500ミリに1杯ぐらい。これ1.5なんで、だいたい3倍ぐらい入れます。これで終わり。 こんな感じです。色としては、だから緑、ちょっとこんな汚めな色なんですが、これがね、だいたいまあ1週間、5日とかぐらいすると、色がかなり抜けてきて、見た目にもゾウリムシがいるのが見えるので、今現状は見えないんですけど、こんな感じでやっております。で、こいつを戻して、また新たに抜くやつをセットします。はい、これが、まあだいたい5日ぐらい経ったやつかな。まあちょっと白っぽくなってるところは、 全部このゾウリムシがいるっていう状況です。で、これも PSB が入ってるんで、こんな感じの色で、まあ、そこにちょっとこうやって溜まってくるんですよね。このモヤモヤーってしてるのは全部ゾウリムシなので、まあ、こいつをセットします。セットの仕方は、まあ、至って簡単。まあ、こういう水漏れがしても大丈夫なところに、まあ、乗っけてもらえれば。 ま、あこういう感じで乗っけます。そうすると、さっきのやつ。こいつをね、刺すだけなんだけど、ここに、水を、一回入れます。ある程度、血のところまで、水を入れちゃって、そしてこいつ。 これね、分解すると緩む可能性があるので、まあ基本的にそのまんまの状態でしといてもらえればいいです。キュッとしといてもらって。であとはこれをそのままペットボトルに。まあちゃんとつけてもらって。あとはここに水を入れていきます。 で、この状態だと、ちょっと空気が入ってたりして、上がってこない場合があるので、少しペットボトルを押して、この中に入っている空気をちょっと出してあげてください。そうするとね、若干、もうゾウリムシが出てくるんで、あとは上に上がっている状態が確認できたら、そのまま置いといてもらえれば、まあ大体8時間ぐらいすると、 ま、ペットボトルのゾウリムシは、ま、全部上がってきてしまうと。あとは、ま、これを倒れない場所に。で、セットした時に、ここから漏れてないかどうかだけ確認をして、もう今の状況だと基本的に漏れてないので、まあ、この状態だったら大丈夫と。まあ、漏れないかどうかだけね。まあ、確認だけは必ずしてください。今ちょうどこんな感じで、この白いモヤモヤが全部ゾウリムシですよね。 で、上のところに行くと、まあ、これで今、上にさっきちょっと押した分だけ上がってるので、まあ、こうやって横から見て、まあ、ここのところにゾウリムシが上がってれば、基本的にあとは置いとけば、まあ、勝手にこのゾウリムシ上がってきてくれるので、まあ、置いとくだけで OK です。先ほどのがこれです。まあ、今現状だと緑色で全然見えないんだけど、まあ、時間が経ってくると、 まこんな感じで。これ緑色のやつですね。まだこれは2日ぐらいしか経ってないんで。だいたい赤っぽいのは PSB だけで、緑色は培養液も入ってる感じ。これが今ここに9本あるのかな。まあそれを1日2本でローテーションして回しております。あとはそのまま置いといてもらって。できたらね、 暗い方が上がりやすい気がするので、まあ明るいよりは暗い方がいいかなという気がします。そういうところで置いといてもらって、倒れないようにだけ注意してもらえれば、まあ、これ漏れてないので。またこれね、ちょっと皆さんにね、まあセットで販売しようかなと思っております。ここの上のこのペットボトル、これ2リッターのやつなんですけど、これはね、ご自身で切って作ってください。まあ、2リッターのここの部分、おっと。 2リターのここの部分のとこだけ切ってもらえれば、あとは普通にペットボトル繋いでもらえれば大丈夫なので、ここの、こっちのペットボトルとこっちのペットボトルと中のコースの部分、まあここの部分と、まああとね、餌の方へ、そのあたりをまあ合わせて、またちょっと皆さんにね、販売させていただきたいかなと思いますので、まあ興味ある方はね、また見ていただければいいかなと思います。